織田政権1衰退しつつも長く名脈を保っていた室町幕府に終止符を打ち全国統一に乗り出したのが織田信長とそれに続いた豊臣秀吉でありこの2人の築いた政権を合わせて織法政権と呼ぶ織田信長は尾張守護大の重臣の家に出て尾張の国を統一すると1560年 駿河の国の今川義元の侵攻を受けたが、桶狭間の戦いで倒した。その後、三河の国の大名となった松平元康と同盟を結んだ。その頃、京都では征夷大将軍の足利義輝が政変で殺害され、織田信長はその弟の足利義明から幕府最高の命を受けた。1567年、 織田信長は美濃の国の斎藤達沖を追い払って城下町の稲葉山を岐阜に改め本拠を移し天下不武の印象を用い始めた1568年織田信長は軍勢を率いて足利義昭と共に京都に上り室町幕府を再興させ足利義昭は征夷大将軍となったまた織田信長は 文国内の関所を撤廃し鉄砲を確保するため商業自治都市として繁栄していた泉の国の堺の支配にも乗り出した。